エブリの街は2012年4月2日から2014年11月7日まで岡山放送で毎週月曜日く金曜に放送されていた岡山県香川県ドーカル生活情報番組。同年3月まで放送されていた自社制作番組オンタイムの後継番組にあたる。口述するが同年12月21日まではエブリのうちの番組名で放送されていた。 番組キャラクター2012年3月まで OK では、フジテレビ制作平日昼前の情報番組を同時ネットしていた。しかし、2012年4月の番組改編で知りたがり、が14時台に移動することになったため、同年4月開始のノンストップ。お開始当初の時点ではネットしないことで、自社制作枠を確保、同局では OK モーニングナウ以来約30年ぶりとなる。 平日朝の帯番組として、エブリのうちを開始することになった。なお、ディノス提供の通販コーナー、いいものプレミアムのみ、番組内の一コーナーとして放送を継続していた。また、オケイの実写制作番組としては初めて、地元地方紙の山陽新聞と提携したコーナーが設けられ、このコーナーが放送される金曜日には、山陽新聞記者がレギュラー出演していた。 番組中では言及されていないが、マスコットキャラクターらしきものが存在しており、スタジオの背景や番組ロゴやコーナーロゴなどにも姿を見せている。エブリのうちとしては、同年12月21日をもって最終回を迎えた。なお、エブリのうちが放送されていた時間帯は9ヶ月ぶりにフジテレビ同時ネットワークに服すことになり、2013年1月7日からは、 エブリのうちの後枠扱いでノンストップを放送。ノンストップの司会で岡山県倉敷市出身の山崎勇樹の穴山が内の2010年度入社穴共同ブログリンゴたちのつぶやきで明らかになった。2013年1月14日から毎週月曜日く金曜の14時58分よりエブリの町に海外枠移動の上放送されることとなった。 12月まで火曜から金曜に放送されていた、韓国ドラマ枠は、廃枠、月曜に放送されていた、通販枠2本は月曜、火曜の16時台前半に分割移動。出演者も、上岡、神谷、淵本のアナウンサー3人のみになる。番組テーマ曲は、チェリーボンボンを使用していた時期があった。2013年8月のお盆時期は番組を休止し、大体で、 ドラマ再放送枠、ワンピースの再放送を14時58分15時58分に放送した。同年9月30日より、上げるテレビ第1部の後枠扱いで当番組は枠移動、縮小し、14時14時50分での放送となった。そして2014年1月13日より、放送時間が30分拡大され、 エブリのうち時代と同じ1時間20分の放送となる。2014年6月30日より15時30分16時50分に枠移動した。括弧内に注釈がない限り番組開始時から放送されているコーナーである。なお、単発や短期コーナーに関しては割愛し、ラインナップの分類は番組ホームページに準じた。出演者のうち2人がゲームで対戦し、 視聴者はどちらが勝つか投票すると勝者に投票した視聴者にプレゼントのチャンスがあるコーナー。ありがとうございます。